梅村瑞穂って異常じゃない？梅村はいつからこんな人間なのか。3年前の動画があります。見てください。始めます。さて、日本の教育現場においては学級崩壊もまた看過できない問題となっておりますが、私は一昨日のこの本会議において、そして本日先ほどからも、そんな学級崩壊を連想させるような場面に遭遇いたしました。登壇者が発言している最中に飛び交うヤジや嘲笑、議論すべき日米貿易協定や給特法とは全く関係のない桜を見る会についての質疑です。私は日本に生まれ育ち、人の話は最後まで聞きましょうと教わってまいりました。国語の時間には国語を、理科の時間には理科を勉強してきました。ここは国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関である国会です。日本維新の会はヤジは国会の花ならず、そう考えております。子どもたちに見られて恥ずかしくない姿を、この良識の府参議院にも求めまして、私の質問を終了いたします。どうでしたか？梅村の価値観、よく出ていませんか？決められた規則を守れって、世の中いろいろで、例えば、機動隊が好きな女子も、学校で髪の毛の染めの禁止、下着の色は白、こういうブラック校則が大好きな女子。これって、全体主義、統制、体罰も必要という恐怖政治、じゃあ、ないですか。維新の先制的な価値観、怖いですね。怖い、怖い。朝鮮民主主義民共和国、핵무기연구소성명대륙간탄도탄장착용수소탄시험에서완전성조선노동당쇼간다